今回は日本とフィリピンに関する話題から。その昔、フィリピンは長い間スペインの支配下にありましたが、実は日本とフィリピンにも随分前から関係があったようです。1591年、豊臣秀吉はスペインのゴメス総督に日本に入港を促す書簡を持たせて原田孫七郎を派遣しました。1592年7月、ルソン総督ゴメスはドミニコ海使のフアン・コボを派遣し、秀吉に手紙と贈り物を届けるとともに、ルソン在住の日本人をマニラのデイオラ地区に集団居住させる措置を取りました。これがマニラの日本人町の始まりとされています。豊臣秀吉はキリスト教の布教が伴わない南蛮貿易を望み、自らルソンとの交易を推進しようとしていました。両国が本格的に貿易を始めたのは1592年、豊臣秀吉によって朱印船貿易が行われるようになってからとされています。スペインは当時、スペイン領メキシコとマニラを結ぶガレオン貿易を重要視しており、フィリピンには商人やキリスト教のアジア布教を目的とした宣教師が多く訪れている状況でした。日本人が東南アジアに進出すると、自然とこれらの商人を相手とする通商が発展していきました。貿易に従事する多くの日本人が東南アジアに移り住み、各地で日本人町を形成し、フィリピンにもマニラなどに日本人町が作られました。1570年には20人ほどだった日本人居住者は、17世紀には1500人、最盛期には3000人にもなったそうです。1614年にはバテレンツィ法令を受けて、マニラに到着した大名高山右近をスペイン人フィリピン総督フアン・デ・シルバなどが歓迎しています。しかしその後、1633年以降の鎖国令によって日本人町は衰退し、やがてなくなります。1898年まで300年以上スペインの支配下にあったフィリピン、独立宣言が発せられた6月12日は本来フィリピンの独立記念日なのですが、宣言した3ヶ月後から以後約40年間アメリカの植民地となっており、戦後のアメリカからの独立こそ真の独立という声もありました。実際に戦後しばらくは7月4日が独立記念日だったそうです。1964年以降には6月12日に戻っており、先日122回目の独立記念日を迎えました。当日には天皇陛下がお祝いのメッセージを送られており、現地紙によるとドゥテルテ大統領は、温かい挨拶と良い願いを受け取ったことを光栄に思いますとすぐに感謝を表明し、さらに日本とフィリピンの関係が黄金時代にあることを強調、日本との関係をさらに強化することを約束すると述べました。この一連の報道に対して現地から感謝と感動の声が殺到しているようです。その一部をご紹介します。ご覧ください。天皇皇后両陛下、そして日本の皆さん、心のこもった気遣いに心から感謝します。日本の天皇は聖書に出てくるような人物に思える。この国のトップたちがどうしようもないっていうのもあるけど、日本を愛してる、いつもフィリピンを支えてくれてありがとう、日本側は忘れていなかった、その気持ちがやっぱり嬉しいね。天皇陛下は政府を祝福しているわけじゃない、私たちフィリピン人を祝福してくれてるんだよ。日本の天皇が祝ってくれてるような時でも、フィリピン人はドゥテルテ大統領を叩こうとする。ちゃんとニュースの内容を見てるの？フィリピンを併合しようとした昭和天皇は正しかった。もしも今も日本の支配下にあったなら、今の日本みたいな先進国になってたかもしれないんだ。アメリカ、あの国から独立して80年が経つけど、今でもこの国は貧しいままだ。悲しいかな、フィリピンはまだ米国から独立できてないよな。僕らは日本に素晴らしいトップがいることを羨ましく思ってるよ。天皇陛下、ありがとうございます。いつかフィリピンも日本のような発展した国になってほしい。かつてはアジアで日本の次に豊かな国だったのに、
今ではアジアの中でも下の方になってしまった。1950年の一人当たりの国民所得は日本より 24% 高く、1960年も日本に次いでアジア2位でした。日本479ドル、フィリピン254ドル、韓国156ドル、タイ109ドル。報道によると、ドゥテルテ大統領は慎んで天皇陛下からの祝電を受け取ったって。日本の心遣いありがたい。フィリピンにとって日本は真の友人と言っていい。え、大統領に祝電が送られたの？フィリピン国民に送ってくれたらもっと嬉しかったのに。大統領は国民から選ばれた代表者だからね。天皇陛下は国民に対して送ってるんだよ。大統領は天皇のメッセンジャーみたいなもの。心のこもった祝電をありがとうございます。フィリピンと日本に神様のご加護がありますように。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。